篠原です。今回はですね、塾のトラブルについて話したいと思います。入塾前にこれだけは確認しておいてくれという話ですね。この動画で話すことを確認しないで入塾して、その結果後悔しても知らん、もうそれは勝手にしろ。まず入塾前にこれはぜひ確認してほしいということを話します。これは篠原の塾含め、これをまず確認してから入塾してほしい。まずですね、一番やらないといけないことは何かっていうと、契約です。もういきなりね、なんか面倒くさそうなのが出たぞというふうに思ったと思うんだけど、契約が一番大事。契約書にどう書いてるかです。塾は基本的にプロの弁護士がいて、そのプロの弁護士が書いてるんで分かりにくく書いてます。だから読むの面倒くさいって思うと思うんですけど、まあ実際これ全部目を通せとは言いません。法学部の人間、法律勉強してる篠原ですら読むのきついからね。だからこれを全部読めとは言わないんですが、絶対確認しておきたいことが、返金、これがあるか、辞めたいと思った時に辞めやすいかどうか、これをまず確認しておいてください。契約期間の話ですね。つまり返金、この契約の期間ですね、どういう条件の時に返金があるのかと。辞めること自体は辞めれると思うんですよ。ただ金が返ってくるのかっていう話ですね。っていうのがまず一つ、契約書の確認をすると。ほとんどの場合これ設けてる予備校ないんですけど、うちは設けてます。成績が上がるよっていう保証、成績が上がりますよっていうことの保証があるのか、成績が上がると断言してくれるのかどうかです。この2つ、これ契約書よーく読んどいてください。これが予備校入塾する時のトラブルです。もうこの2つがもう全部です、正直言って。具体的にもうちょっと話します。篠原塾、俺のやってる塾の場合は返金、これに関しては、この成績アップ保証と同時に行っています。どうやってるかっていうと、入塾してから1ヶ月で成績が上がらなかった、成績が上がりそうな気配がしなかった場合、全額返金していますっていうのをやってるんですよ。で、2ヶ月目以降からは返金できませんよと。辞める場合は、辞めるって言ってくれた翌月辞めれますよっていうルールにしてます、うちの塾は。で、非常にこれ良心的なんですよ。いろんな塾とか見てみてください。基本的に返金そんなないです。成績アップ保証もほとんどないです。そういうことをやってるのはなんでかっていうと、まあ自信があるからなんですけど、篠原は教育の天才なんで、これまでの塾生も上げてるから、まあそういう自分にとって不利にしかならない契約でも結べるんですよ、塾生とね。なんだけれども、多くの予備校はですね、株式会社なんで、で株式会社って株主の利益が最優先、売り上げが上がればいいんですっていうことで、返金なんてまあ基本的にないです。成績アップの保証も基本的にないです。なので、まあこれをよく確認しておいてください。で、もう一個、入塾した時は夢、理想、希望を抱くんですよ。そして予備校側もですね、いろいろそのうちの塾に入ったら魔法のように成績が上がって、こうぐんぐん自分の夢が叶う的なことを言ってきて、本当に成績が上がればいいんですけど、上がらなかったっていう時、これが揉めます。入塾してからのそのギャップですよね。なんか塾に入ったら成績上がらなかった、なんかうまくいかなかったっていう場合に揉めます。で、揉めて辞めようって思った時に、この辺がどうなるのっていうんで揉めます。一応うちの塾も正直これあります。ギャップがある場合あります。どういう場合かっていうと、本人があんまりやらなかった場合、うちはですね、入塾の前に体験授業を必ず受けてもらってます。体験授業を受けてもらって、成績が上がりそうだと思った人だけ入ってもらっています。だから本人が納得している場合にしかうちの塾は入れない。で、あと篠原も、もうこいつ性格的にうちの塾合わないなと思ったやつはもう受け入れてません、正直言って。だから、まあ、電話の時点で電話相談してるんですけど、その時点で、あ、うちの塾こいつ向いてないなって人にはうちの塾の存在を知らせずにやってますっていうことなんですよ。うちの塾っていうのはそういうギャップを極力なくしたい。篠原はただ単にお金を儲けたいんだったら医者になってます。なんで篠原がこういう塾をやってるかっていうと、教育の天才として教育を終わらせるためです。だからうちの塾に入ったからには、お金をもらったからには絶対に成績上げたいんですよ。ってなった時に、このギャップを極力少なくしてる。体験授業を受けてもらって、そして双方納得した上で入塾っていう風にしています。体験授業を受けてない塾、基本的に良くないです。だって自信がないってことでしょ。体験受けさせないってことは自信がないってことじゃないですか。体験受けられたら、その何、広告とかとのギャップがバレる。広告ではさも素晴らしいこと書いてるけど、授業を聞いてみたらろくでもないってなって、このギャップでその入塾する人が減るって思ってるからでしょ。体験をきっちりやって、それでじゃあどの塾にするかっていうのを選んでほしい。
だからこのギャップっていうのを減らすためにはもうイコール体験ですね、これを受けるっていうところにつきます。体験授業やらないっていうのはどうなんですかね、怖くないですか。だってこの1年間かけるんですよ。で、学歴って人生かけてるのと一緒ですよ。体験受けずして突っ込むのって怖ない、ハイリスクローリターンじゃないですかと思うんで、ぜひ体験授業を受けてから入塾してください。基本的にはもうこの2つです。あとは正直やる気の問題ですね。だから篠原の場合は教育の天才なんで、あらかじめ戦略を立てるんですよね。成績が絶対上がるはずの戦略を立てている。で、その上で合格虎の巻も正本番で送って勉強の仕方も確定させた上で個別指導をやっているんで、もう論理的に上がって成績は絶対上がるんですよ。実際上げてるんですよ。なんだけれども上がらない場合はやれっつったことをやってないんですよ。覚えろっつったことを覚えてないんですよ。ってなったらさすがにもうお手上げです。今のところの篠原の実力ではここが限界。やれって言ったことをやらない、覚えろっつったことを覚えない、そういう人はやっぱり上げれない。大手だからとか、まあ、ちゃんとした会社だからって信用せずに、返金はできるのか、成績上がらなかった時の保証はあるのか、この2つをよくよく確認してください。ということで、この動画を見てですね、一人でも多くの受験生、予備校に入塾するっていう人が詐欺的な塾予備校に騙されずに、いい塾予備校に出会えることを期待しております。ということで、今回ですね、塾予備校の入塾のトラブルについて紹介しました。今回ではこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。